ただいま帰りました。すべてお坊ちゃまの望まれたようにいたしました。そう、ありがとう。今日から鳥の警備隊は大座コーポレーションの子会社ではなくなりました。ですがよろしいのですか。子会社でなくなるということは大座コーポレーションからの援助を得られなくなるということなのですよ。いいんだ、これからはパパも王座の力に頼らず一人でやってみたいんだ。マモル君、聞いたわよ。どういうことなの。トリの警備隊は王座コーポレーションから離脱する、そういうことだよ。何を言ってるの。それじゃ王座に対する造反じゃない。お父さんを裏切るつもりなの？パパを裏切るつもりはないよ。でも一人でやっていくことに決めたんだ。それが裏切りなのよ。僕はパパに言われるままにトリノを守ってきたけど、僕だってバカじゃない。この戦いに隠された意味があることぐらいはわかる。僕は王座財閥の道具になるつもりはないよ。これからはトリの警備隊と王座財閥は対等だ。たった一人でカイロボット軍団と戦うつもりなの。一人じゃないよ。僕には力強いパートナーがいるからね。優子さんにも協力してほしい。そんなこと言っても会社にはお金が必要なのよ。王座コーポレーションの援助なしじゃすぐに破産よ。問題はそれだよね。僕は今までアルバイトとかしたことないんだけど、今はそんなこと言ってられないよね。働くことにしたよ。働く？そう、取り壊し予定のビルがあってね、その作業を手伝うことにしたんだ。ビル解体作業？そんなことお坊ちゃんのあなたにできるわけないでしょ。僕だけじゃないよ、友達が手伝ってくれるさ。お坊ちゃま、くれぐれも付近の建物まで壊さないようにご注意ください。わかってるよ。
目標のビルだけを壊してみせるさ。なんだか胃が痛くなってきたわ。幸運にも今回は黒字ね。幸先のいいスタートだね。新生トリノ警備隊の、こっちは胃が痛いわよ。何かあったら即倒産なんですからね。カイロボットの正体、みんな何かを隠してる。わからないことばかり。だからこそ僕は誰の言いなりにもならない。トリノ警備隊はトリノのために戦うんだ。やっと特訓が終わった。特訓お疲れ様。はい、タオルです。冷たいジュースもありますよ。ありがとう、みゆきさん。いつもお世話になってばかりだな。そのうち何かお礼をしなきゃ。どうしたんですか？あ、いや、あの、みゆきさんってさ、一番欲しいものって言ったら何かな？欲しいものですか？そうだ、お金ですね。お金？どうしたの、マモルくん。財政状態ね、大変なことになってるわよ。誰かさんが町を壊しすぎるからね。広報活動ね。私たちは地域に密着したロボット警備隊を目指しているからね。住民の理解を得るのはとても大切なことよ。
鳥の市民から寄付を募るって手があるけど、あまりおすすめできないわね。よしよし、順調に仕事が来るね。輸送船アクアマリン号がベイエリアで座礁しました。ロボットで救助してほしいそうです。お安い御用だよ。輸送船を掴んでドックまで運んでください。あそこ入り組んでるからうまく操縦しなきゃな。Thank you.
やっと特訓が終わった。特訓お疲れ様。はい、タオルです。ありがとう。そういえばみゆきさんってお金が好きなんだよね。はい、でも今のところ縁が薄いですけど。なんでお金が好きなの？私のうち小さな会社を経営してたんですけど倒産しちゃって、それで借金だけ残って、結局家族はバラバラです。お金は大切です。お金があれば好きな人とバラバラになったりしなくて済むし、だから私お金持ちになりたいんです。できれば世界一のお金持ちに。うん、でもお金があっても家族バラバラになることもあるよ。お金持ちなんてろくな人種じゃないよ。みんな自分のお金を守ることばっかり考えて。でもやっぱりお金はあった方がいいですよ。貧乏ってつらいです。どうも、住民を代表してお礼を言いに来たんですよ。お礼？いや、この町を守ってもらってるお礼ですよ。助かってますよ、本当に。巨大ロボットが来るって聞いた時には不安だったんですけどね。被害を最小限に抑えるように心がけてくれてるし、いや、助かってます。あ、これ、心ばかりですが、カニ料理店の食事券です。皆さんでどうぞ。では。食事券か、せっかくだからみんなで行こっか。リミでしたね。やっぱりカニはいい。カニハサミ、ひょっとして博士？ライオネルのパワーアップに使えるかも。ライオネルは接近戦が苦手です。しかし接近戦専用の腕を取り付ければ。成功です。ライオネルが格段に強くなりましたよ。決めポーズを取ってから丸ボタンを押してください。ライオネルの腕が格闘専用のシザースアームに変わりますよ。変わる？変形するの？名付けてチェンジアーム機能。したの、守るくん。現状維持ってとこかしらね。とにかく被害を出さないように気をつけて。
これを見なさい。今回の決算？うわっ、上赤字だ。だから言ったでしょ、あなたみたいな世間知らずのお坊ちゃんには働くなんて無理なのよ。